ディーン・ブラッドリー・ヘンダーソンは、イングランドのサッカー選手。ポジションは GK、イングランド代表。プレミアリーグ、マンチェスター・ユナイテッド FC 所属。14歳の時、カーライル・ユナイテッドからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍する。ストックポート・カウンティ、グリムズビータウン、シュルーズベリータウンへのローン移籍を経た後、2018年6月。 マンチェスターユナイテッドとの契約を2年間延長した上で、シェフィールドユナイテッドにローン一席。リーグ戦46試合のすべてでスタメンとして出場し、チームのプレミアリーグ昇格に貢献した。2019年7月26日、再びシェフィールドユナイテッドにレンタルされることが発表。リーグ戦においては貸し出し元のマンチェスターユナイテッド戦を除く。 全36試合に出場した。2019から20シーズン終了後、マンチェスターユナイテッドと2025年までの契約延長に合意。2020年9月23日、エフルカップのルートンタウン戦でトップチームデビュー。同年11月5日、イスタンブールバシャクシェヒルエフ戦で u c るはず、出場。11月29日には、 サウサンプトン FC 戦で前半に負傷したデフェアに代わり後半から出場しマンチェスターユナイテッドでのプレミアリーグデビューを果たす。翌週のウエストハムユナイテッド戦では初めてリーグ戦でスタメン起用された。2021年3月7日のマンチェスターダービーではスローイングで2点目の起点となるなどの活躍もあり公式戦21連勝中の マンチェスターシティ撃破に貢献する。イングランド代表として各年代でプレーした。2020年11月12日、アイルランド代表戦で A 代表デビュー。2021年6月の UEFA ユーロ2020では最終登録メンバーに選ばれ、初戦のクロアチア代表戦でベンチ入りした。しかしその後不勝離脱してしまい、代役としてアーロン・ラムズデールが 追加招集された。ありがとうございます。